無二寺は、大阪府池大地古号町387にある、総統修寺院。この地にあった、行紀海域の、開校山東学寺が、樹影の乱で消失して、廃寺となり、永六五年、総武森清志が無二寺として創建したと伝えられている。完成10年間の、説明書絵図に、泉式部島、小江村無二アに、ありと記され、 泉式部はより四つ天皇の一人平井康政の妻となり、この辺りに住んでいったが、ある秋の夜、鹿の泣く声に狩りに出ようとする夫へ、断り合いかでか鹿の泣かざらん声よ引っかぎりの命と思えばと歌えば、康政は感じて、囲碁狩りをやめた。今も漁師がこの墓のそばを通れば、獲物が取れないという。法教院頭基礎側面の三面に輪郭を取った、手形の形態をした。 角狭間が刻まれ、残る北西側に、増流結縁人数として、そう、友の名前が彫られている。また、北東側面には、上和五氏おのれ五月三と、南北朝時代の北朝の年号による、混流年月日が彫られている。基礎の上部には、厚肉彫りの覆弁の半花を刻んでいる。闘身は主面とも混合会四物の趣旨があり。 月輪の中にヤゲンボリによる盆地が刻まれている。傘は下段に二段、上段六段の段型に、四隅に突起面に、レンゲ座の上にわらび手分があるあまり類例のない墨色突起がある。草輪は下から福鉢、受け花、栗リ受け花、宝珠の構成となっている。南北朝時代の完全な状態で残っている貴重な石像文化財である。ありがとうございます。